こんにちは、ゆるです。声ガスガス。はい、こんにちは、ゆうみです。ちょっとギリギリになってしまってね、申し訳ないんですけど、まあいろいろありまして、8月のね、リーディングを今回は、こういう形でお届けしたいと思います。で、まあ12星座別にね、また動画分けるんですけど、今回は2種類のカードをね、使って見ていきたいと思います。まずこちらが、いつもね、使ってないんだけどあんまり。アセンデッドマスターのカードになります。で、アセンデッドマスターのカードは、女神のカードとね、同じような使い方をするんですけど、今回は、キーワードとなるワンオラクルをアセンデッドマスターのカードで引いて、メインのね、流れとなるメッセージの方をこっちのね、前使ってたマーメイドのカードで見ていきたいと思います。まあ夏だしね、なんか海っぽいエネルギーのカードいいかなと思って、今回はマーメイドのカードで見ていきたいと思います。で、まあどちらもね、ドリームバーチューさんという方のカードなので、まあ実際ミックスして使ってもいいんですけど、私は別々に引いて別々に見るっていう方が好きなので、まあね、2種類使うときはこんな感じで引いてるよっていうのをね、今回は見ていただけたらいいと思います。それでは早速始めていきましょう。はい、それでは早速見ていきましょう。今回は2019年9月太陽星座双子座さんたちへ向けたメッセージを見ていきます。トトだ。私トト大好き。はい、こんな感じで出ています。今月双子座さんたちに関しては、まず、アセンデッドマスターの方のカードで、ワンオラクルでね、出てるのが、トート、まあエジプトの神様ですね。まあ、カクとっていうメッセージのね、神様なんですけど、トートに関しては、まあカクっていうトト神としてのあれもあるけど、ヘルメス、とね、まあ同一視されてたりもするので、まあ例えばだけど核の中にまあ瞑想と並行して何かねパッと思いついたものを書いておくとか、瞑想の中で得たことを書いておくとか、書き留めておくでもいいし、何かまあブログとかねレポートとかにバーって書いてね置いとくでもいいし、何かしら書くっていう作業が一つのキーになってきそうです。それは自分だけが見れるものでもいいけど、できることなら人に発信するものの中に書くっていう作業を入れておくといいと思います。何でもいいけどね、手紙とかでもいいし、単に人に渡す時の手紙とかでもいいし、何かしら書くっていうことが一つねキーワードになってきそうです。でもこっちなんですけど、マーメイドの方のカードは、まあ全体的に8月が大きく動く時期っていう感じではないんですけど、まあ準備をする時期って思っておいた方がいいと思います。でもこれもね、もしかしたら核につながってくるかもしれないんですけど、様々なメッセージとかビジョンとかサインとかが、まあ日常とか夢とか、例えば瞑想とか、例えばちょっとした本の中とかにいろんなサインとか情報とかがいっぱい降ってくる時期なんですって、今月は。なのでちょっとでも気になることがあったら全部ね書き留めておくなり、自分で調べるなりして、その下準備をしておくといい月っていう感じがします。で、まあこれがね仕事につながっていきます。ゆくゆくはね、いきなりパッて仕事になるっていう感じじゃないけど、今気になるキーワード、ほんと一言とかでもいいから、ネタ帳みたいなノートとかにちゃんとね書き留めておくと、
ゆくゆく仕事になってくるっていう感じなので、まあ、今月はその準備をするっていう意味を込めてネタ集めしておいていただけるといいと思います。でも特にね、グラウディングして足元固めておきましょうみたいなメッセージも来てるから、特に瞑想の中とか夢の中とかで降ってくるメッセージとかについてはより詳しくね、ちょっと注意して書き留めておくといいと思います。でもたくさんのサインが降ってくる中で、まあ特にちょっと堅苦しい系のジャンルの情報で気になることがあったら、それも要注意かもしれないです。結構堅苦しい感じのことが得意なねエネルギーのカードにはなるので、まあちょっと人がめんどくさいなって思うこととか、そんな膨大な量を本当に調べるんですかみたいなことがあって、もし気になるなって思うんだったら、今はそれのね情報を今すぐ読まないにしても集めておくといい時期だと思います。それぐらいね、いろんなネタとかサインが降ってきてる時期になるので、今すぐ全部やろうと思わなくてもいいので、手元にねなるべくその資料が揃うように行動していただけるといい1ヶ月になるんではないかなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあね、今回はこっちシャッフルして1枚引いて、こっちシャッフルして1枚引いてっていう風に見てたんですけど、それがめんどくさいなって思う時とか、もし相手がいて自分が見てあげるっていう時だったら、時間なるべく節約しながら情報をいっぱい得たいと思うんですよ。そしたらこっちはこっちでメインとなるカードの方ね、メインとなるカードの方でまあ3枚とか並べて、まあ何でもいいんですけどね、スプレッドはこれで見ながら、クライアントさんが喋ってる時とか自分がこれを読んでる間に、こっちで今この状況で見るべきカードを飛んでこいって言ってお祈りをするんですね。でそこで持ってパラパラパラって持ってパッて開くと、ここで出たカードがその時必要な情報になって出てきたりするので、このメインのカードの補足として読む時には私はもうこうやって引いて読んじゃいます。でクライアントさんがいたとして、自分が見る時にはまあ切ってね置いとくとするでしょ、手元に。で出てるカードはこれなんだけど、クライアントの状況を今1枚でカードで見せてくださいって言って引くと、その時のクライアントの状態がここのカードとなって出てきますので、まあ問題が変わるごとにカードを引き直してもいいし、こっちだけ見直してもいいし、どっちでもいいんですけど、それはもう自分のやりたいように使っていいのがオラクルカードのいいところなので、まあ私はそういう風に使ってるよっていう感じです。特にねこのカードっていうのは女神のカードと一緒で中級者以上のカードになってるので、まあ実際ねこのカードが表す文字の意味と、そのマスターの背景とかから読み解く意味と、あと色の意味がいろいろあります。あとなんだっけ、このシンボルの意味もあるし、さまざまな情報をこれ一枚で読み解くことができるので、その背景とかまで知ってるとよりね深くいろんなものが読めていいカードです。でもこっちはね前よく使ってたでしょ、分かりやすい、こっちは初心者向けのカードなので、これだけで使っても全然いいです。最初のうちはこれだけでやってたら分かりやすいしいいと思うし、クライアントさんの分もね別にこれ1個でも見れるので全然これだけでも大丈夫です。実際その対面とかでやってる占い師さんたちの中でもこれだけでやってる方もいらっしゃるので、私は全然それでもいいと思います。ただまあもうちょっとレベルアップしたい人にはこういうのもあるよぐらいのね感じでお届けしてみました。またこの企画が面白かった、役に立った、また次も見たいと思ってくださったら、ぜひ高評価チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。